こんにちは。最近ゴミ漁りフレンドのカラスたちがなぜか僕の眼球をくちばしでつついてくるので、眼球の守備力上げようとペイペイフリマでカラコン買ったところ、間違えて少女漫画の目のサイズのでっけえカラコン買っちゃったんですよね。僕はそのでっけえカラコンをつけて少女漫画の瞳になり、さあ来いカラスと迎撃態勢に入ったところ、カラスよけの目玉効果発動。怯えたカラスたちは逃げていき、無事カウ家のゴミ漁りに集中できました。その日の夕飯にはママがでっけえカラコンにカレーライスを持ってくれて、でっけえカラコンはお皿になりましたとさ。何の話だぞー。はい、ということで今回は予想外すぎる方向に話がそれたおにゃんに探求すれ、警察を煽り続けたニートの記録、2チャンネラーの総力が結集した伝説の釣りなど、2チャンの歴史に残る伝説のおバカスレを3つほどご紹介していきたいと思います。というか、やばいくらい気持ちいいおにゃんにーの仕方を開発した2011年4月23日、2チャンネルの掲示板にやばいくらい気持ちいいおにゃんにーの仕方を開発したというタイトルのスレが立てられました。そしてスレ内ではスレ主がマジでやばいんだが、おにゃんに中毒になる覚悟のあるやつだけ読んでくれと前置きした上で、勃起するとチッコの裏の金玉付近でゴツゴツしてるところあるのわかる？まずはそこを探してほしいと意気揚々と自作の G 方法をレクチャーし始めたのですが、これに対し他のスレミンたちからは、そんなものはない、そのゴツゴツしたのガンだよ、前立腺ガンですね、それ以上刺激しない方がいいよ、おにゃにーをテクノ系ブレイクとおにゃリンピックで男子ペア組んでもいいと思うなど、スレ主が想定していた反応とは異なるコメントが相次ぎました。そして全男子の睾丸付近にゴツゴツがあると思い込んでいたスレ主はコメントを見て激しく動揺を見せ、その後スレミンたちから診察を受けるべきだという声が多数寄せられたため、病院で診察を受けることにしました。またたけしも心配して、それ石つぶてじゃないかな、ちょっとチンコ見してとコメントしたけど無視されたとか。また動揺するスレ主をなだめるスレミンたちがいる一方で、一連の出来事を面白がるスレミンも多く存在し、彼らはスレ主が持ち込んだ G 手段をガンを使った命がけのおにゃにイコールガナニーと称してスレ主を煽り倒していました。その後診察を終えたスレ主が再びスレに現れ、その後の経過について、病院では医師に男性器を見せ、ゴツゴツを触られたりつままれたりした、ガンの可能性が高いと言われ現在は検査入院していると経過報告を行い、自身の心境について、現在検査入院をしていて不安で眠れない日々を過ごしている、一生おにゃにできなくてもいいから行きたいと赤裸々に告白しました。そしてそんなスレ主に対し、スレミンたちの多くは励ましの言葉を送ったのですが、その後スレ主はきっと私は死にますなどのネガティブな発言をしばらく続けた後、じゃあの一言を残して姿を消してしまいました。これにはさすがの僕も、代わりにお前の分もしこってやる、だから生きろと二人分しこることを心に決め、そして誕生したのが錦織圭なのだとか。それからしばらくの間スレ主が掲示板に顔を出さなかったため、一時は死亡説が囁かれていたのですが、4ヶ月が経過した頃スレ主は再びスレに現れ、姿を消していた際の状況について、あのゴツゴツは悪性腫瘍で結果的に睾丸と竿を切除した、男性ホルモンが減少し今後は胸が大きくなるなど中性的な見た目になっていく、現在は薬を飲んで生活していると経過を報告するとともに、前向きな言葉をかけてくれたスレミンたちに対して、お前らのおかげで生き延びることができた、本当に感謝していると感謝の気持ちを伝えました。その後このガナミスレは伝説と化し、ネット上の様々な場所で取り上げられたのですが、スレを見たことがきっかけで自分がガンであることに気づく人物も続出し、多くの人々が予期せぬ形で命を救われる結果となりました。つまりおにゃんには世界を救うってことなんですよね。なのでこれからは堂々と人前でおにゃんにしてもいいっていうことです。本当に暇すぎるので捕まってみた。2006年10月、当時22歳のニートだったスレ主なにわのシューマッハは、警察署の前でジョジョ立ちしていたら警察に追いかけられたという内容のスレを偶然目にし、自分も何かしてみたいという衝動に駆られ、あるぶっ飛んだ行動を起こしてしまいます。ちなみに僕も生後初日に任侠道極めたるぜー
と地元の組長の弾取ったことあるんで、多分そんな感じです。そして一連の行動を済ませた後、スレ主は本当に暇すぎるので捕まってみたというタイトルのスレを立て、自身の行動を語り始めました。まずスレ主は自宅で塩を煎って白い粉を作成した後、セカンドバッグにそれを入れ、わざと不審なオーラを放ちながら警察署の前をうろうろしました。その後、当然ながら不審な行動を怪しんだ警官が声をかけてきたのですが、そこでスレ主は俺は何話のシューマッハやと叫び、全力疾走で警官を巻こうと試みました。しかし 2,3 分走ったところであっけなく捕まってしまい、警察署で取り調べを受けることになるのですが、スレ主は取り調べに対し、名前は何話のシューマッハです、日本語わかりません、などふざけた返答を繰り返しました。すると取り調べを担当した立花という警官は、シューマッハは引退しました、お名前をどうぞとスレ主のボケを華麗に流したかと思うと、悠長に喋っとるやないかとツッコミを入れるなど、スレ主のノリに付き合う柔軟な態度で取り調べを進めていったそうです。そして最終的にスレ主は立花からこっぴどく説教された後に帰宅したのですが、話はこれで終わりませんでした。その後スレ主は立花のことがどうしても忘れられなくなり、謝罪という名目で警察署を訪れ、立花に官庁を喰らわせる新年の挨拶と称して警察署を訪れ、立花にティッシュで作られた年賀状、こけし、カントリーマームを渡した後、バナナの皮を頭部に投げつける、など、ことあるごとに立花にいたずらを仕掛けるようになり、その度に新たにスレを立てて経過を報告するようになりました。また、立花も嫌々ながら付き合っているうちに愛情が芽生えてきたのか、スレ主を気にかける様子を見せ始め、二人は親睦を深めていきます。また、このスレを見て、恋だとつぶやく恋だおじさんが各地に発生し、恋だおじさん発祥となったというアナルティクスデータもあるとか。しかし、突然立花が京都に転勤することになり、スレ主は大きなショックを受けるのですが、スレ主は立花への感謝を伝えるため、身なりを整えてバイトを探すと、稼いだバイト代でプレゼントのジッポを購入して見送りのために駅に向かいました。それから立花と合流したスレ主が別れの言葉とともにジッポを送ると、立花は感謝の言葉とともに、家に帰ってから読め、と一通の手紙を渡してきました。その後、帰宅したスレ主は立花との日々を思い出し、泣きながら渡された手紙を読むと、なんとそこには、2泊3日の京都旅行楽しんでくるわ、帰ってきたらまた遊んだるからな、と転勤が嘘だったことを明かす衝撃の内容が書かれていたそうです。そしてスレ主は以上の出来事を書き込んだ後、俺はジッポを奪還する計画を立てるからお前らも頑張れよとスレミンたちに言い残し、スレッドから去っていきました。また当時このスレを読んだ僕も、今は警察と仲良くできるなんていい時代になったなと交番へ行き、お近づきの印に黄ばんだブリーフ贈呈したところ、現行犯で網走輸送からの斬首でした。受験シーズンだし、安価で架空の大学を作って受験生釣ろうぜ。2018年1月27日、2チャンネル掲示板に、受験シーズンだし安価で架空の大学を作って受験生釣ろうぜというスレが立てられました。このスレ内では、スレ主が指定した安価を起点として、大学名国際信州学院大学、偏差値57、所在地長野県などの諸情報が決められていったのですが、いずれの項目も実在を感じさせる絶妙なラインを攻めていました。そしてある程度大学が形になってきた段階で、このスレが何か面白いことをやっているスレがあるらしいと話題となり、様々なスキルを所有した住民たちがスレに集い始め、学校ロゴ、ホームページ、校歌、マスコットキャラクター、Twitter アカウントなどの様々な要素をかなりのハイクオリティで作り上げていきました。そしてこの過程を見ていた我々要素たちも、大学入れば陽キャの仲間入りで人生逆転かと夢を見るようになり、現在もうんこドリルひらがな編で猛勉強中です。また有志たちが SNS 上で関係者を装ったアカウントを次々と作り上げ、それっぽいやり取りを交わすと、スレ立てから数日後にはもはや単なるお遊びとは言えない仕上がりに達していました。これがどれくらいお遊びで済まないかというと、公園にいて気軽にブランコしよっかなって思ってたら、急に遊戯から闇のデュエル挑まれたみたいな感じでした。ですがその一方でネタ要素も随所に盛り込まれており、ホームページを熟読すると、大学の歴史が綴られたページに、学長がレーシック手術を受けるなどのどうでもいい情報が記載されている、コサックダンス吉村などふざけ倒した名前の教員がいる、
受験票を印刷しようとすると、つられ落ち、受験校ぐらいちゃんと信頼性のあるソースを頼りましょうと表示されるなど、同大学が架空のものだとわかる仕掛けがいくつも存在していました。しかし住民たちの巧みな誘導によって存在を信じてしまう人々が続出してしまい、このお遊びを知った人々からは、身内だけで遊ぶならいいけど一般人を巻き込まないでほしい、ネットの利便性を逆手に取った悪質な行為だ、ビーチでガチムチに囲まれるはずの俺のキャンパスライフを返せなど批判的な意見が多く寄せられたのですが、その一方で娯楽が溢れる時代に2ちゃんらしい遊びを見られて嬉しい、ソースを確認せず安易に拡散批判を行う低リテラシーユーザーを炙り出す古き良き釣りを感じて素晴らしいなど、ポジティブな意見も多く寄せられており、賛否が大きく分かれる結果になりました。またネタをネタだと分からない人がいても、今日も回転寿司でネタは回ってるんですよねと無能評論家桐幸がコメントを残しております。ちなみに現在もホームページや Twitter アカウントは残されており、定期的に更新もされているので、興味がある方は覗いてみると楽しめるかもしれません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てやっぱみちゃん最高と思った親に養われし者たちは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるんで概要欄のチェックもよろしくです。はい。